邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに生きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶腕任せたわよ。君たち僕を倒して先に行くつもりっすか。そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。死に追いやったお前と、まさか逃走することに、マダラとは、観音の情はあるが、同時に、その行動を感じる、観音の大炎丸の術。やはりわしが、甘いのだろう。とはいえ、見れば見るほど面白い体をしているわね。時間があれば無駄に仕込むみたいものだけど、そういうことでは変わらんね。知らないものを調べたいという欲求、人間にもともとそれはあったのです。私はそれを他の人にほんの少し大きいだ。ほんの少しか。よっ、ま、今はやめておきましょう。今の私に彼以上に解決したい対象がいるのですが。あれ、おかしい。なんか押されちゃってる。気のせい。気のせいなんかじゃない。あなたはもうじき死ぬ。死ぬって言われてもね、どういう感覚なんだかよくわからないんだよね。なんだ、やっぱり大したことないじゃん。バカにされておるぞ、オロチマル。私が僕は新鮮だわね。準備万端じゃ。目覚めよ。お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ、己の道を。そして再び歩むのだ。まだ立つの？すごい人は嫌われるっすよ。さっさとサスケ君の元に向かうわよ。いてて。あとはわしに任せよ。ではよろしく。誰だてめえ、サスケに何してやがる。なるほど、
あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。はこいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうかサスケに何してやがる。さっさと解き上がれ。落ち着きなさいカーリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもアイス。サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。